怖いよ。오늘은아침에히로시마역에서출발하는데지금비가많이오내려가지고먼저박물관위주로오전에둘러보고오후에는다시미야지마가서비내리면빵이고뭐샤나시고비안내리면더좋게그렇게여기서파는우동아침밥이야국물이땡겨서국물먹으러왔어아침밥으로간단히우동먹고저뒤에보이는열차로구례로갔는데1시간정도환상없이1시간정도거리상으로되게가까운데시간상으로1시간이나걸리는구례역에도착해서지금이제박물관배를좋아하는사람에게는일본에서있을때배한번보러오는한국으로치면진해랑많이비슷한곳박물관가는길인데그래도비안맞게이렇게해놔서고맙네앞에보이는데가구례야마토박물관인데오대일본제국빨간저뭐더라벽돌로분위기를만들어놨네 구례가지금도일본의자위대해자대지해자대를기지로쓰고있어가지고조선소도있고여러모로지내오스크류오방향전키오우츠포나가토급2번함우츠아마원인불명의폭발로인해가라앉았던그밴데오오410mm 주포오야마토내가이야마토를보러온게뭐게임때문에거의보러온거라고해도과언이아니지만그래도잘만들었네1대10스케일오나도무사시만들면서어느정도구조는다봐봤는데오역시스케일에압도되니까오야마토야마토사방이한방에다잡히지도않는게고증이네고증여기일성전기재밌는데야마토박물관오야마토오오오오오보일러보일러오오나가토아카기그건네밑에가이텐에설명이있는데저파란시트가뭔가했더니만가이텐내부그거였네직접들어가서느껴보라고오야마토탑뷰까지이런식으로마련해주다니변화시는데시바야마토박물관다돌고이제앞에해자대박물관거긴공짜라서그냥기분삼아갔는데생각보다재밌는데야마토박물관배좋아하면은재밌게그래서1시간반돌았어여기서일본해자대박물관전시실에와서무료로들어볼수있다고하는데생각보다충실하게잘돼있네
오, 잠수함대구나. 처음 봐. 오, 이게 일본 꽤나 최근 2000년대 초반까지 사용하던 디젤 잠수함인데 함정실인가? 오. 노픽자, 노픽자. 거 있어. 이게 신기해. あ、のぞくだけ大丈夫です。おお、見える見える見える。あれ本当の映像、本当の今の外です、ね、本当の外ですか。すごいすごい。こっちにも見えます。あ、なるほど。すげえ。おお、잠수함 거대했다. 해자대 잠수함까지 안 해요. 둘러보고 이제는 다시 히로시마 돌아가서 거기서 점심 먹고 어떻게든 해야 되는데, 여기 잠깐 배 탈 수 있나? 항구? 12시쯤에 아마 항구를 일주하는 배가 있을 것 같아서 그거 한번 알아보고, 없으면 히로시마 가고 있으면 뭐 좀 더 있지 뭐. 되게 마음에 들었어. 개인적으로 취향적이야. 고래항구도 산 언덕에 마을이 있어가지고 되게 신기한 느낌이네. 저 끝에 군함들도 보이고. 여기가 무슨 야마토 광장이라는데 야마토 갑판 형식으로 이렇게 만들어놨나봐. 저거, 저 조준기? 레이더? 저것도 있네. 이 고래항을 배 타고 한 바퀴 30분 정도 돌아보는 코스가 있길래 그거 한번 가려고 해. 아, 가격 한 1,500엔? 1,500엔 싸지. 스카이다이빙 50만원에 비하면. 저기는 작은 배를 타고 고래항을 35분 정도 돌아보는 여행? 여행. 가까이서 보니 더 작다. 그래도 배 타고 돌아보는 기회가 얼마 없으니 이런 거 조금 내긴 하는데 옷이 다 젖을 정도는 아니다. 3,300人ご乗船いただきまして誠にありがとうございます。これから本船は左側ございます造船所、そしてそちらで作られて完成間近の本店屋船前におりまして、その向こうでございます。会場全体クレキシーまいります。長時間30数分短い旅ではございますが楽しんで帰っていただければと思います。前方の方からこれからバックして呉港入港していきます。白、紺色、黄色のラインが書かれております。船、松山広島航路のフェリーです。そのような船が通りますと波が来て本船大きく揺れることとなります。お子様や一
称されたり立たれて撮影される方は特に気をつけていただけますようお願いいたします。皆様が今おられます所属で戦火窓を作ったところです。戦火窓を作った場所は左側奥工場建てに JMU 大和のふるさとと書かれました。あちら場所で戦火窓は建造されました。長い建ての一番山側には三角屋根の構造物がございます。この構造物大屋根と呼ばれております構造物大和を作りました当時作られ現在も残されております。その役目はドック中で作っておりました大和の形大きさを山の上から見てわからないように隠すための構造物でした。お乗りの皆様の中にも先日のブラタモリ見られた方がおられると思いますが、あの番組の中で船の丘中が中腹ぐらいに立っております建物、海側に全く窓がついておりません建物をご覧になれたかと思いますが、ああいった建物はこの奥の方に位置しておるわけでございます。あちらの場所で戦火窓は昭和10年の11月4日に建造を開始して昭和16年12月16日この船で完成しています。あちらの場所戦火窓を作りました旧海軍船工場第4建造ドックです。今ではジャパンマリーユナイテッドクレジオートという造船所となりまして、ドックは埋め立てられていますが、今でも船の部品組み立て工場部品置き場として使用されております。午前中まで雨が時折ひどく降っておりました。これからもまだ晴れておりませんので雨がひどく降る可能性も残っております。雨がひどくなりましたら先ほど上がりました階段から下の客室をご利用もいただけますが、階段降りられる際上がられる際頭の足元を特に気をつけて移動していただきますようお願いいたします。左側の方桟橋が現在の造船所の引き上げ段階用の桟橋です。桟橋ボルトの側と左前奥工場の岸壁には同じ形大きさの灰色のコンテナ船が建造中です。これらの船は船の横にワンハイラインと書かれています。台湾のワンハイ海運で使用するために現在8隻連続で作っておりますシリーズ船コンテナ船6、7、8隻目です。左側奥クレーンに囲まれました中央部はドックになっています。こちらは現在ドックで作っておりますタンカーの断面がご覧になっていただけます。真ん中に大きく1つ、左右に1つ、2つ、合わせて3つ扉がついたように見えます。ところこの3つはタンカーの船の前から後ろまで備えております原油タンクの断面が現在ご覧になっていただけております。これから少し奥に回ってぐるっと回って沖に向かってまた向こうへ回ってまいりますが、左側の方造船所コンテナ船の前や左側面そして造船所の許可を得て入らないとご覧になっていただけないような建造中の船の部品や組み立てるために使用いたしますクレーンなどをしっかりご覧になっていただくことができます。造船所は左側反対側右側の奥には海上自衛隊各種艦艇が停泊しております。海上自衛隊呉基地手前側に2つ水上艦艇用の桟橋が置かれ、一番向こう側に潜水艦桟橋が置かれております。コンテナ船の左前船首から後ろまでしっかりご覧になっていただきながら奥へ少し参ります。前方の短い桟橋クレーンが立っておりますところまでが造船所です。右側手前側の方の海上自衛隊の呉基地1本目の浮き桟橋 E バースとなります。向こう側にももう一つ別の F バース浮き桟橋がございます。それぞれ浮き桟橋でできております理由は皆様がおられますこの船の瀬戸内海潮の満ち引きが激しいため浮き桟橋形式で作られております。左前奥の岸壁一番陸地に近いところには灰色の船
煙突が2つの歴史を送っております総会亭です。手前側の方看板号4002番、大隅型3席おりますうちの2番館下北です。船の長さ178メートル、基準排水量8900トン。船の甲板後ろ半分ネットがついておりますところはヘリコプターの発着甲板です。その下の通路が開いております。艦内後ろ半分は格納庫になっています。この中に高性能水陸両用上陸用終艇エルキャックを2隻まで搭載することができます。ヘリコプターで空の上から艦内のエルキャックで海の上から積んできました資材人員装備を速やかに陸の奥深くまで運ぶ能力を持っております。停泊しております自衛艦は船の前には国旗日の丸、船の後ろには16畳を極日付き自衛艦機を掲揚しています。船の後ろの16畳を極日付きは昭和29年に海上自衛隊が発足しました折、自衛艦認識用の旗のデザインとして旧海軍が使用しておりました軍艦機が自衛艦機に制定され、停泊しております自衛艦船の後ろの旗竿に掲揚しております。左側の E バス、桟橋屋さんでそれぞれ側に自衛艦が停泊しております。手前側、桟橋、こちら側2隻の船、内側の船は3513番の番号が消されまして2日ほど前に現役を退きました。もともと初鋳型護衛艦だった島行きという船、最後の任務は練習艦任務になっておりました。34年間の現役生活を終えたと最後の姿を送っています。手前側234番クレの海中に護衛隊配備の護衛艦の骨、船の長さ109メートル、基準排水量2000トン、乗組艇は120名の護衛艦骨です。真ん中の箱型装備、潜水艦対応用のアスロック8連装専用発射装置、船の後ろの少し高いところ合わせて6本、斜めの筒中にはアメリカ製ハープン対艦ミサイルが入っています。110キロの彼方まで飛んでいって軍艦に対して9割超える命中率を持っています。船の後ろ 1.5km 以内に近づいてきますミサイルなどに機関砲弾発射して自衛艦を守るための装備です。桟橋越しに向こう側にもう1本桟橋 F バスがあります。その桟橋の手前側に大きな自衋艦艦番号184番、この自衋艦が最大のヘリコプター搭載護衛艦の方です。後ほど桟橋を回ってまいりまして向こうの桟橋の船もっと近くでご覧になっていただくことができます。香川船の長さが248メートル、最大幅38メートルで基準排水量は19500トンとなります。左前側面からこのシーンでしっかりご覧になっていただけます。手前側の桟橋、向こう側に1隻、手前側に1隻、自衛艦左艦首から並んだ姿、向こう側の1隻は訓練支援艦の黒部、手前側内側13番は呉の第4護衛隊配備の護衛艦の1隻さざ波、船の長さ151メートル、基準排水量4650トンで乗組定員170名の護衛艦さざ波です。手前側の方並んでおります464番、こちらは総海母艦の分護です。その役目は一番奥に退役して止まっておりました総海艇、その総海艇が航路の危険な爆発物機雷爆破処分する任務に赴くとき、その支援を行いますのが役目の総海母艦分護です。お気づきかと思いますが、この分護、船の前の464番の番号、煙突の上、そして船の後ろの名前が薄い灰色で塗られています。こういった塗り方は人間の目で見て判別をしにくくするステルス効果を取り入れた新しい塗り方でこの文号は塗られていっております。船の後ろネットを張ったところはヘリコプター、船体と上部構造物にそれぞれ約7度の角度を設け作られ、相手のレーダー電波を相手の方向にできるだけ反射しにくくして自分のいる位置をできるだけ分かりにくくする工夫のステルス効果を取り入れた
21世紀を代表する新しい形の防衛艦さざ波が内側に停泊しています。桟橋は桟で向こう側に一隻の自衛艦訓練支援艦黒部です。シャッターが半開きになっております。その中が格納庫になっています。この中に無人標的ドローンチャカ3と呼ばれる機体を最大8機まで搭載し、船の後ろネットを張ったところから最大同時に4機までラジオコントロールで空に飛ばすことができます。訓練に参加します自衛艦ドローンめがけて大砲ミサイルを発射して撃墜する対空射撃訓練の支援を行うのが訓練支援艦黒部の役目です。奥の方2隻の自衛艦、内側は先ほど退役しました島行きと同じ形大きさの練習艦だった山行き、外側海切りは骨と同じく呉の第12護衛隊配備の護衛艦の一隻です。左側大きな自衛艦が桟橋越しにご覧になっていただきましたかが、上部の構造物が全て船の右側に寄せられております。右側に寄せることによって甲板をできるだけ広く取る工夫です。広く取った甲板を利用して加賀は同時に5機のヘリコプターの運用が可能になっています。艦内には各種ヘリコプターを最大14機まで搭載できる格納庫を備えています。加賀の船の後ろ左右の台座上に置く20ミリ高性能機関砲手術ですが、反対側左側後ろ一見よく似た装備は最新鋭のシーラム対空ミサイル11連装発射機です。8キロメートル以内に近づいてきます。航空機ミサイルにミサイルを発射して加賀を守るための装備です。それぞれ同じものはもう一つずつ船の前の方にも備えており、合わせて4つで360度死角のない防御を可能としております。左側の浮き桟橋2本目のエグバス、海上自衛隊の基地の中で一番長い長さ420m の長さを持っておりますフレキシの F バス、 248m の長さの加賀が難なく停泊しております。奥の方に2隻並んだ自衛艦、内側の瀬戸行きは船の後ろの名前があまり判別できなくなっておりますが、こちらはもともとはミサイル護衛艦として使用されておりました畑風、現在練習艦任務についております。畑風は船の長さ150m、基準排水量4600トン、乗組員は260名の練習艦です。これから左側の方、加賀の右側面がしっかりご覧になっていただくことができます。左前の短い桟橋が潜水艦桟橋です。潜水艦桟橋それぞれの側と畑風の奥の岸壁に2つの形の潜水艦が停泊しております。船の後ろに舵が1枚だけ垂直に出ております。タイプは親潮型の潜水艦、2枚斜めに出ております。タイプは最新鋭装備型の潜水艦です。現在この2つの形の潜水艦合わせて20隻で海上自衛隊潜水艦隊は編成されています。20隻のうち12隻がこの船の配備です。残り8隻は神奈川県横須賀基地の配備になっています。海上自衛隊の基地の中で一番潜水艦の配備数が多いのがこの呉基地の特徴の一つになっています。潜水艦の船体の前半分には黒くて大きな搭乗の構造物セールがついています。皆さんこんな方で바로여우로10분안에여우로돌아가서히로시마로가야돼지금차12시반넘고해탄하고되게재밌는데군함도많이보고근데다들지루해하는것같아 나는엄청재밌게들었는데바이바이그래빨리여우로가야돼
미야지마 구치에 도착했습니다. 미야지마 구치. 그 전에 지금 1시라서 점심을 여기서 먹고, 점심 먹고 미야지마 섬에 가봐야 할 것 같아. 점심 미야지마 옆 뒤편인데 가까운 곳에 오코노미야키 집이 있다 그래서 가는 중. 여기가 그 집이었는데 신화바 제게. 아니 지금 사거리 왕복 2차선 사거리 건너가야 되는 걸 지하차도로 만들어놔? 계단으로? 일단 밥은 나중에 먹고 섬부터 돌자고. 내가 그렇게 많이 고픈 것도 아니고. 아니 뭐 히로시마 가면은 오코노미야키 집은 널리게 널렸으니까 일단 미야지마로. 일단 아쉬운 대로 이거 하나 샀어. 100엔 110엔. 크림으로 델리만주 생각나서. 미야지마 페리 하러 왔어. 그냥 시간표 안 보고 바로 왔는데 바로 뷔페가 있네. 내가 청춘 티켓으로 살 수 있다. 아, 뭐 센터가 안 맞아 또. 씨발. 생각보다 먹으네. 미야지마 왜 한가운데 절을 들어가서 절을 세울까 생각해서 세관교 왔는데 바다 한가운데 이렇게 높은 산이 있으면 누구든지 가고 싶어질 것 같다. 미야지마에 도착했습니다. 미야지마 다행히 비는 하나도 안 오고 섬 아래는 다니기 좋아 보이는데 산 정상까지는 가야 되나 말아야 되나 고민 중. 와 해 떴네. 시바 밤새 그렇게 비가 오더만은. 여기 도착하니까 해가 떴어. 잘 정돈된 건강들한 느낌이 나네. 살짝 일본이다 거기서 거기지 느낌 나긴 해. 단 이거는 안하고 치쿠와 안하고야 장어랑 조개랑 그런 거밖에 없어. 제기랄 나는 생선을 안 먹잖아. 일본 느낌 나긴 나네. 일본이네. 이렇게 잘 정돈되는 관광지도 돌아보기 좋지. 이거는 일본의 느낌. 일본이 뭐 다 거기서 거긴데 여기엔 특히 저런 조개구이 같은 게 많아가지고 내가 먹을 수 있는 게 없어. 밀가루님 조개구이야. 한 잔씩 걸치고 있네. 장어도 내가 별로 안 좋아하고. 굴. 어? 이건 내가 먹을 수 안하고망이야. 하필 만두가 있어도 장어 만두. 오코노미야키 집이네. 이건 오코노미야키는 뭐가 빠이는. 히로시마 가서 먹고 또 굴, 장어 굴
ほいほい。これ、ごみんぱん。いただきます。でも、いいね。はい。あ、もう、あ。矢島、どうも、観光地な。座れて。では、違う。おりゃおりゃと、で、さや、ふみなさ。あもこと、おんで、おちょんばいかったが。ただ、よぎおにか、どうも、男子さん、いらんぬきみだ。けど、伊勢トナイが、パドがんちゅうがにか、저해안가관광지들이어느정도평타이상을하는것같은데그리고공사중인이지역의랜드마크바다에떠있는토리한창공사중이쯤오니까사람이적어서좋네너무북적거리는것도싫어또높은곳을발견해서찾아올라가고있어계단거리있네날씨가밝아졌는데힘들다해고절기편제대로왔던데인가오늘그래서벚꽃들이피려고하고있네그리고5층탑오층타이러지마오긴왔는데어차피토리공사중이라이러지마신사안에까지들어갈필요는없어보이고시간도벌써3시라4시40분에는히로시마에서열차를타야돼그래가지고이하지만은여기서돌아갈까해이하지만제대로못보고돌아가는건아쉽긴한데지금내나한텐끝까지돌아볼체력과시간이없어다음에오면은아마공사끝나고지않을까공사끝나고다음에오면은로프웨이도타고이하지만에서세트나이도보고사슴내가방물라고언제가방물면안돼다보고못가봤던데도다시다가보고그렇게해야될것같아힘들어 힘들어결국미야지마도다걸어야되는여행이라서다음에체력을많이아끼고가야됐어아직하나더남았어이제히로시마가서30분걸리지3시반히로시마가서후바이바이이하지마날씨도좋아지고이하지마와서페리도한번타고원래미야지마정상가서세토나이를보려는게계획이었는데예상외로구례에서시간을너무써가지고지금히로시마들어가면4시좀넘을것같아서저녁겸점심을먹고바로돼야갈수도있으니까날씨가엄청좋아지고있어미안하지마겨우온다히로시마에시간이없어서일단역에있는오코노미야키집와서간단하게먹고바로가야될것같다지금시간4시에점심겸저녁을먹고집에갑니다오코노미야키치즈올린건데생각보다엄청슬로우푸드네요오코노미야키가얼른먹자지금급하게히로시마에서
お好み焼き먹고이제오사카로돌아가려고해시간이없어아슬아슬해3분남았어열차현재시각7시반오카야마역에다시도착했어요이제오카야마역에서30분대기하다가다시오사카가는정철이있어서그걸로갈아타고갈아타면끝바로한번갈아타면바로오사카까지지금이렇게나랑같은처지에처한사람들이한20명정도되는것같아청춘들예오사카도착히로시마에서대략5시간정도걸려서드디어오사카다오사카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 야이제집에가야지 오사카여기라서여기는다시집에가야지아